オシム監督も注目。11月3日国立へ行くのはどっちだ。俺たちだ。名乗りを上げたのはアウェー F マリノス大島秀夫。勝つしかない F マリノス、幸先よく先制。カップ戦は180分で1試合、この一発で目覚めたフロンターレ、豪快ミドル突き刺し追いついた。決めたのは伊藤洋輝、 J1 初ゴール。その3分後、中村健吾のスルーパスにチョンテセ。ホームで負けるわけにはいかない、フロンターレすかさず逆転。ゲームキャプテン健吾、見せた右足スルーパス、見よこのルーレット。徐々にエンジンがかかってきた健吾、さらに広大なスペースへのスルーパス、追いついたチョンテセ、粘って粘って折り返したところに走り込んだジュニーニョ、あっさり3点目ゲット。決勝進出には勝つしかない F マリノス、那須のクロスに坂田、ピンポイントクロスにドンピシャヘッドで1点差、追いつけ追い越せあと2点。ところが後半35分、フロンターレのカウンター、飛び出していた F マリノス、キーパー榎本痛恨のハンド、思わず手が出てもちろん退場。すでに交代枠を使い切っている F マリノス、代役は増田直樹、いきなり大ピンチ。キーパーの動き方もよくわからないまま無我夢中、やってる方も見てる方もドキドキしながらなんとか攻撃をしのいでいたが、ロスタイム、抜け出したジュニーヌと1対1、あっさりいなされて最後はクロス。決定的な追加点を奪われファンディキュース、勝ったフロンターレは7年ぶりの決勝進出。一発勝負、アグレッシブに絶対勝ちたいと思います。ako misli da to što je ovaj branio zadnjih 10 minuta マリノスの新しいキーパーが発見だった。